はい、こんにちは、浜田翔子です。今回はですね、下着の購入品を紹介したいと思います。私はですね、今回紹介するラブランさん、ネットで販売されてるんですけど、めちゃくちゃインスタグラムとツイッターでも本当に話題の下着屋さんになるんですよ。もうラブランっていうブランド名、名前からしてめちゃくちゃ可愛いのがたくさんで紹介したいと思います。そしてですね、今回ですね、3月6日の朝の11時から発売の新発売の素敵な商品もですね、ちょっと早めに提供していただけることになりまして、今回紹介したいと思います。最後までよかったら、試着してるところもありますので、よかったら見てください。ということでですね、まあ、まずは発売中のものから紹介したいと思います。1月の終わりから発売になってるシリーズになるんですけど、今回ね、こういう感じで配達されて届きます。で、結構早いです。すごい、まあ、コロナの影響とかあるかもしれないんですけど、結構早く届く下着かなって思いますし、送料は、全国一律350円になります。はい、まずはこちら、プリティフリルチェリーブラセットっていうものになります。はい、こちらです。すごい可愛いです、チェリーで。でですね、私のこの一番可愛いポイントはですね、ここの谷間のところにこの赤い紐でクロスになってて、ちょっと谷間にこのクロスが来てめちゃくちゃ可愛い。色も展開が、白とピンクとこの紺色になります。めっちゃ悩みました。私、前回もこれのシリーズが売ってて、その時とまたちょっと形というか、デザインが少し変わったんですけど、ここのね、これも多分デザイン変わったんですよ。こういうとことかも。ラブランの嬉しいところはですね、大体ブラセットなんですよ。なので、こちらのね、ショーツがついてきまして、なんと、すごい安いんです。こちら、2500円になるんです。このブラセットで。で、ショーツの方も、こんな感じで、ちょっとちっちゃめのフリルがついてて、前はこんな感じになります。すごいね、この赤いリボンが本当にすごい可愛い。白いレースのところもね、このテーピングな感じがとってもゴスロリチックな感じも出て、こちらすごいんですよ。サイズ展開が A から G カップまでサイズがありまして、でノンワイヤータイプもこちらあるんですよ。今回はこちらワイヤータイプになるんですけど、なのでノンワイヤーの方が好きな方はノンワイヤーを選べたりとかもできるですね。アクセサリーも合わせて使えるよっていうのがあって、ラブランさんのさくらんぼのピアスがめちゃくちゃいろんなのがあって本当に可愛いので見てみてください。こんな感じのセットになります。好きで、もう1年半ぐらい前、2年ぐらい多分もうハマってるんですけど、セールの時とかもめちゃくちゃ爆買いしてしまうんですけど、ラブランさんのルームウェアになりますけど、まだ発売してるの ですごい可愛いので、これ本当にね、これから春夏めちゃくちゃ使うんですよ。これカップが内蔵型になってて、なので何もね、こう気にせずにパジャマとして使えて、あとこの後ろにあるこのキャミ短パンもすごいね、本当にラブランさんめっちゃ可愛いのに、このルームウェアも手に出しやすいお値段で4000円ぐらいだったかな。こちらのワンピースタイプとこのセットアップの短パン、私は短パンの方にしてるんですけど、こちら短パンですね、私は。で、色はですね、この水色っぽい方と白の方があります。私はこちらの色にしてみました。カーディガンはこの3点セットの方の後ろにある方のミソールとその
セットアップの方になるんですけど、3点セットでこちらになります。で、4000円ぐらいですね、大体。ホームページの方見ていただけたら分かりやすいかなって思っております。どっちから紹介しよう。どっちも可愛すぎて、もうラブランって感じなんですけど、本当に、可愛いものって本当に幸せになれますね。その今回2点あと紹介するんですけど、3月の6日の朝の11時から発売になります。すぐに売り切れになってしまうかもしれないので、皆さん、早めにチェックしてくださいね。ということで、まず1つ目の方になります。こちらです。じゃじゃーん、キラキラー、キキララー。そのラブランのマーブルレースアップシリーズで、キキララをイメージって、こちらね、私は色はピンクの方にしてみました。で、私このレースアップのタイプ持ってるんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよ。で、ここの結構ね、おっぱいも結構パッドがついてて、なんか後ろがね、こういう感じになってるので、すごい谷間ができやすい感じになってるので、谷間にレースアップを開けてめちゃくちゃ可愛いし、このレースアップがですね、取れたら困ると思うんですけど、取れないようにしっかりと縫われているので、でですね、この横にもレースアップがついてるところがまた可愛い。ピンクの方にしたんですけど、色は水色の方のマーブルタイプと、あと赤っぽい感じのマーブルタイプ発売になっております。ショーツの方も紹介します。ショーツはショーツも可愛い。後ろがこういう感じでレースアップにまた上のところがなっておりまして、こちらはですね、チャラララーンって取れるんですよ。お尻のリボンだけが唯一取れる感じになっております。はい、そして後ろはレースで透けてて、つまり跡もつかない、こういう感じのゴムがない感じになっておりまして、前がこういうキラーンと真ん中にラインストーンがついてる感じになります。めっちゃ可愛い。はい、こちらセットで購入できる感じになっております。マーブルレースアップブラセットはですね、サイズが普通の方のサイズは2500円のセットになっております。 G カップブラの方がですね、2900円でちょっと400円アップする感じになっておりますけど、春からはですね、 F カップも、あれ F じゃないわ、 ABCDEFGH です。そうだ、 H 全部間違ってた、 F だと戻ってた、 G の前で H カップが、これから春からは H カップも登場するそうです。はい、こちらは G カップまでのお作りになります。ぴったりな色ですね。で、こちらのレースマーブルレースアップのブラセットなんですけど、他のキャミソールとかティーバッグの方も売ってまして、レースアップになってて、またこれも3色展開で、ぜひチェックしてみてください。続いてが本当に話題になってて、もういいねの件数がもう1000いきそう。もう反響がすごい、おちりハートになってる下着になるんですけど、こちらのね、すごいんですよ。なんかその今これから紹介するものなんですけど、こちらちょっと一回もう紹介しますね。はい、まず最初紹介します。ディアガールブラセットになります。こちらは2700円になります。もう可愛い。これ写真で見た瞬間めっちゃ可愛いと思って、最初後ろ姿だけ写ってて、後ろ姿だけでも可愛かったんですよ。このなんかもうレースが可愛いすぎる。アンダーのとこの部分のこのレース感がめっちゃ可愛いし、もう他にはこんな可愛いのないってぐらい可愛いですね。ちょっとエッチエッチしてるんですよ。本当可愛いだけじゃなくて、ラブランさんはちょっとエッチエッチなところがちょっとずつどこかにあって、見え隠れというかチラ見せというか、こうね、胸のこうなんていうの、この紐がもうエッチエッチ感出てますよね。
なんで可愛いだけじゃなくて HH 感も出て、でこのもうレース最強、私ここのもう天使の羽最高に好きなんですよ。で今回このカラーがですね、こっちの薄いタイプのピンクと濃いタイプのピンクになります。もうどっちも可愛すぎて色が本当に悩む、フリルがめちゃくちゃ可愛いブラになります。でサイトの女の子もめちゃくちゃ本当に可愛い、このステッキ持ってティアラ私もしたい。でこちらのセットになってる方のショーツがこちらになります。もうこのショーツでさえ可愛すぎる。これで2700円ですよ。相当良くないです。もうお尻のところが本当になんていうの、風で吹かれることはないんですけど、ふわふわってして、もうなんていうの、1枚多めになんかなってる、チュールがついてる感じで、ピランって開いたらつけてるお尻が見えますよみたいな感じで、後ろもレースアップになってて、こちらのリボンは取れないようにしっかりとされております。で前もですね、前も可愛い、前もここがクロスレースアップになっております。前もリボンになっております。なのでもうどこから見ても360度めちゃくちゃ可愛い、ほんとお人形さんが着ててもいいぐらい。のカップルが来たら刺激が強すぎますということで、彼氏がなぜかおうちデートばかりしたがる、彼氏がおちりフェチになった、彼氏がハートハートで合図してくるっていうね、おうちデートが多くなったりおちりが好きになってしまうくらいすごい、じゃん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 、ちらー見てー、すごい、こんなすごいおパンティ初めてです。すごくない、ここがハートになっております。なので皆さん、発売されたらカップルじゃなくても彼氏がいなくても、彼氏がいない私でも着れちゃう、着ちゃいます。ほんとね、下着は可愛いの着ててもいいし、パジャマとかルームウェアは可愛いの着てたいんですよ。私はいくつになっても可愛いものテンション上がるので、感じがですね、こうハートになってて、ハートの真ん中に中心にリボンがついてまして、このリボンは残念ながら彼氏さんはスキピは取れません、残念かわいい。もうすぐ売り切れると思うんですけど、あの数量限定になってるんですよ。ラブランさんやばいですよ。あの150セットしか、こちらのね、こちらだけ別になるんですけど、こちらがさっきのセットになってるんですけど、こちらのおちりハートのこの下着ショーツの方がですね、別売りで、こちらこれ1000円なんですよ。1000円ってすごくないですか。普通に結構下着屋さんとか行ってこんなにこだわってる下着ってもうすごい高いので、ね、2600円とか、で1000円結構高くて1500円以上するんですよ大体。1000円でこれって本当に大丈夫ですかってぐらい可愛くて、サイズが、M と L と LL で、一応色はですね、このピンク、私はピンクの方なんですけど、パープルもありまして、でパープルだとこのリボンのところが薄いピンクになってたりとかするんですけど、ほんとね、どっちも可愛い、どっちも買う人いそう、これ2色買い。なんかこのブラはこっちの色で、もう一個パープルを下に合わせてもなんか可愛い気がする。もうほんとね、下着だけどファッションみたいなぐらい可愛くて、発売日でほんと売り切れてしまうかもしれないし、見てるだけで可愛いので、1000円でこんなに可愛いものがね、気分が上がるものがあるんだったら見せびらかしたいぐらい可愛いです。ということで今回私ね、今までも結構ラブランさんは撮影とかでも使わせてもらって、そのままの本当に撮影で使った後、私はもうすぐにプライベートで使うぐらい好きな下着になっておりますので、本当に家にある下着がほぼラブランさんです。はい、ってぐらい可愛いし、この私のちょっと着用した感じも
参考にしていただけたらなって思っております。ということで今回はですねラブランさんを紹介してみました。はい、いかがだったでしょうか。もうめっちゃおちぎハート可愛くないですか。エチエチですね。ラブランさんのホームページサイトを見ていただけたら嬉しいです。よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、もうラブランさんが紹介できて嬉しいです。またお会いしましょう。バイバーイ。